いかがですか、次の市長選挙、もうこの間の答弁聞いてましたらですね、ここ数ヶ月どころか、もうかなり何年も先のことを見据えたようなですね、答弁もありましたから、意欲も見えておりますけれども、いかがでしょうか、次期市長選挙への出馬の意向について。泉市長。はい、あの本日、辻元議員の方からも、一般的に市長や市会議員は4年の任期だけれども、もっと先のことを見ながらですね、やっていく必要があるというふうなご質問もございました。そういう意味におきましては、私としても、自分の任期がどうかではなくてですね、10年、20年、100年後のですね、明石市のことを考えてやっていきたいと心がけているつもりでございます。そういう意味では、あと100年ぐらい市長をやりたい気持ちでございます。